発言が難しいんですが。この一言から文章は始まりました。2022年4月11日に脚本家の蓬莱竜太さんとの熱愛が報道された伊藤沙莉さん。2人の年の差は18歳であり、伊藤沙莉さんがまだ27歳と若いのもあって話題になりました。伊藤沙莉さんは交際を認めていて、写真週刊誌フライデーで報道される直前に寿司屋で食事を楽しんでいたそうです。食事の後は同じマンションに入っていったということで、交際確定だと報道されました。蓬莱竜太さんは伊藤沙莉さんのことを関係者にも紹介していて、もはや公認の仲だとか、仲睦まじそうな2人でしたが、交際を認めた直後に暗雲が立ち込めます。なんと二股疑惑が上がってしまったのです。2人の馴れ初め、2人の出会いは首切り王子と愚かな女という舞台作品でした。この作品は蓬莱竜太さんが演出を手掛けており、大人の寓話と評されたダークファンタジーです。伊藤沙莉さんはこの作品で主演を務めました。蓬莱さんの作品に出演することは夢だったと語っており、その夢が叶ったのです。伊藤沙莉さんは、毎日楽しくて仕方ない、みんなが大好きと言い、蓬莱竜太さんは、毎日楽しい、稽古楽しい、ワクワクすると発言しており、舞台が楽しいことを強調しています。それほど現場だけでなく二人の雰囲気も良かったことが伝わってきますね。大好きという言葉は繰り返し発言されており、元から蓬莱さんのことなのではとも囁かれてきました。舞台が終わったのは2021年夏のことで、蓬莱竜太さんの方から猛アタックしたとのこと。互いのことを素晴らしいと高く評価していたので、元より惹かれ合っていたのではないでしょうか。報道は2人が道を歩いていたところを突撃取材。本当にこんな感じなんだ、びっくりと驚きながらも否定はしなかった模様。報道の翌日、伊藤沙莉さんは、もうアプローチされたんじゃなくてお互いにですとツイッターを更新。お互いに思いがあったとわざわざ訂正しているので、本当に伊藤沙莉さんも蓬莱竜太さんのことを好きだったのでしょう。温かく見守ってくれると嬉しいと付け加えた上で、18歳差というハッシュタグをつけていました。子役時代の頃から演技力に定評があった伊藤沙莉さんは、今までほぼ熱愛報道がない女優でした。しかし実は7年間交際していた男性と2020年に別れたと公表しています。その男性とも友人として交友は持っているとのことですが、女優業が多忙を極めているのもあり、2年間彼氏はいなかったとのこと。彼氏だと噂された人物は数人いましたが、どの男性も確証はありませんでした。そんな伊藤沙莉さんはダウンタウンナウで、好きなタイプをダメ男と語っています。今まで、明日私が死んでも後悔しないくらい愛してと伝えてきたそうです。恋愛感が重い女性かと思いきや、相手を束縛しないし自由にやっていい、限度はあるけどとも語っており、束縛はしないようです。二股疑惑。一方で蓬莱竜太さんが女優の鈴木珠代さんと浮気デートをしたと報じられています。待ち合わせをして共に食事をとった後、彼女の自宅マンションに入っていき一夜を過ごしたそうです。お酒が入ったことで大人な会話に至ったといいますが、蓬莱竜太さんは家で飲み直したと語っており、浮気を認めていません。鈴木珠代さんは NHK 連続テレビ小説ワロ天下やドラマ悪女に出演するなど、最近頭角を現し始めた女優です。また伊藤沙莉さんとは同い年でもあります。才能豊かな蓬莱さんは離婚歴があるものの、とてもモテる男性と舞台関係者は語っており、女性から人気だということがうかがえます。お泊まりは認めても浮気は認めていない蓬莱竜太さん。人として大事にしている、今までに浮気がなかったとは言わないとどっちつかずの返答をしています。このコメントを見て、今までに何度もしてきた弁解に見える、離婚歴があるらしいけど浮気が原因なんじゃないかという声も上がっています。ただただ沙莉ちゃんがかわいそうと伊藤沙莉さんのことを哀れむ声も多く、彼女のメンタルが心配されていました。そして伊藤沙莉さんが熱愛相手の二股報道に対しコメントを発表。発言が難しいんですが、蓬莱竜太さんのことを知っています。信じているのではなくて知っています。
その上で大丈夫ですと言えます。蓬莱竜太さんと鈴木珠代さんは友人だということも認めていて、さらにコメントを続けます。軽率な行動だったと蓬莱竜太さんには伝えた。二股疑惑が出てしまったお相手の方やその関係者の方々にご迷惑をおかけしています。どうか温かく見守ってください。私は元気です。その対応は配慮に満ちた素晴らしい発言だとネットで話題になりました。発言が大人、頭がいいとわかる。文面からもすごく性格がいい人なんだなと感じると伊藤沙莉さんの株がますます上がったのです。もともと演技に真剣に打ち込む姿や誠実な態度から人気が高い伊藤沙莉さん、ともすれば株を下げてしまいかねない報道すらプラスに変える彼女は、これからさらにテレビや舞台で活躍することでしょう。熱愛報道から1ヶ月も経たずに二股報道が出てしまったことで、蓬莱竜太さんの株は間違いなく下がってしまいます。蓬莱竜太さんは離婚歴があると先ほどもご紹介しましたが、元妻との間に20代の子供もいるようです。今回の報道で伊藤沙莉さんの懐の広さが露呈するとともに、蓬莱竜太さんの女性関係のだらしなさが垣間見えてしまいました。蓬莱さんは危険な人、彼の才能に惚れた複数の女性と交際してきたと語る関係者もおり、それだけ蓬莱竜太さんの才能が高いことがわかります。才能ある男性の魅力は抗いがたいものがあるということでしょう。束縛はせず自由にやっていいと語っていた伊藤沙莉さんですが、この二股疑惑は許せるのでしょうか。伊藤沙莉さんは熱愛報道が出た時も、才能のある二人だからとてもお似合いだと言われていました。真剣交際で結婚も考えているのではないかと噂されており、二人の今後の仲は引き続き注目を集めそうです。蓬莱竜太さんの二股疑惑をお笑いコンビおぎやはぎの二人は、古いことを言うじゃないとバッサリ言い捨てています。仲がいいだけで男友達と同じ扱いだと言っているんだろう。芝居の練習だそうだけど、それで家に行くって古すぎないと会話しています。芝居の話を女性の自宅マンションでしていたと言ってはいるものの、言い訳にしか過ぎずアウトだと語りました。伊藤沙莉さんの素晴らしい対応に関しても、浮気癖を知った上での交際なのではと考察しています。また伊藤沙莉さんの発言について、もう諦めたのではと受け取る人もおり、ネット上で議論が展開されています。熱愛報道のフォローを浮気された側がするというのも、よくよく考えればおかしな話と言えます。しかも蓬莱竜太さんは2022年時点で46歳と伊藤沙莉さんよりもかなりの年上となります。その尻拭いを年下の伊藤沙莉さんがしたという事実は、彼にとって恥ずかしいものとなってしまいかねません。これからさらに引っ張りだこになりそうな伊藤沙莉さんですが、この報道で気を落とさないことを願いたいですね。どうか自分自身を、自分の幸せを大切にしてくださいとネット上は彼女を励ます声であふれています。